やあ、皆さん、前回のパートはお楽しみでしたね。次からやっていきたいと思います。目覚まし間違えて買ってしまった。間違えてではないなこっちを買わずにこっちを買った状態で進めてセーブデータを作りました。ここから始めていきたいと思います。ちゃんとこっちのやつでセット。なんか目覚まし時計に手を取り、アラームをセットし始めました。これでよしと、明日は絶対に寝坊できないもんね。ちょっと夜更かししちゃったかな。早く寝なくちゃ明日は晴れるといいな。おやすみなさい。そう言ってランカちゃんは寝ます。こうしてランカは眠りついたのでした。初めての一人暮らし、そして新しい環境、不安と期待を胸に秘めながら、その胸は豊満であった。わあ、ランク A じゃ。やったぜ、みんな。完璧な生活を送れました、皆さん。ランクちゃんもこの笑顔、いいですね。どうした？エピローグか。エピローグでステージ7使うんじゃ。おお、朝日が出る。始業式の日。そして朝になりました。空には雲一つなく晴れ渡っています。まるでランクの初投稿を祝福するかのようです。たまたまです。優しい光が窓から部屋の中に差し込みます。たまたまです。気持ちのいい目覚め。私今日から、待って、前々から調べておくって言っておいたのに調べるの忘れていてましたよ。ごめんなさい最後まで全く呼び方がわからないままでごめんなさい。何した学園なんでしょう。に通うことになります。体の弱い私でも学園生活を楽しむことができるのかななんて不安もあるけれど。わー、めっちゃ可愛い制服。それも普段のご心掛け次第かなって。日頃から周囲に気をつけていればきっと大丈夫だよね。それより憧れの学園楽しまなくっちゃ。おー、そしてランカちゃんは走るのでした。ミッションコンプリート。物語は新、あ、続くんじゃこれ。なんとか学園、結局なんとか学園な、何学園な。ごめん、とうとう今からでも調べてくるわ。何学園か気になってしょうがない。皆さん調べてきました。丹下って読むらしい。丹下学園って読むらしいです。今更だね。ははは。おお、企画丹下、ランカちゃんの声も丹下、キューって声やな。光先輩はちゃんと違う人がこれやっとって、グラフィックも、あー、怒った。ランカちゃんもなんか可愛い。何か手にナイフを持ってそうなところが逆に可愛い。なんだそれ。ほほほ、この先輩もすごい気になるけど、その新探偵学園物語とかいうやつに出てくんかな。なんかそっちも興味ある。お前学生だったんや。エレベーターで入ってきて突っ込んできたやつ、お前学生だったん。あ、そうなの。なんか気になってくる。あ、この人はおったな。やっぱ高校の人も学生だったか。おーおー、ランカちゃん罠にはめた先輩や。もう新探偵学園物語やった時、お前のことをお前肉肉しい目で見てられる。お前、あ、お前もじゃ。まあ、いや、女の人は許すわ。別に俺は女の人には甘いのを許すわ。うん、そのー、うん、ああ、この人も爽やかイケメン。
この人ももしかして学生だったりするんかな、どうなんだろう。ビッキー、お前こんなところおった、お前そんなところおったか、お前ワンコビッキーさん、この二人もなんか気になるし、あこいつらは別にいいや、こいつらは別にいいやあーここでも、おー学園長が出た瞬間、学園長が嫌な目でこっちを見ているの状態になっている、これおどうしたさ、寒いみたいな感じで、なぜ最後タオル一枚の状態で終わるのか。あようやく制服、ちゃんと制服、誰だお前は、お前に関しては誰だお前は、出てきてないだろ森崎、森崎 CV 森崎、お前ランクちゃんの担任、わあ今から出てきた。任されたタルイだ。まあなんだ。今日からよろしくな。はい。それだけのために呼ばれているとは思えない、このゲームには。あ結構抜けてるな。25個中何個だこれ。56%。まあまあやなー、やけど結構抜けとんな。できれば全部見たかったけど。ゆるいゲーム開発部。ただこれランダムのやつもあるけんな。よっしゃ、こっからは本編では見られなかったエンドをちょっといくつかピックアップして見せていきたいと思います。でまず一つ目、このバスに乗るところのシーンなんですけど、本編ではですね、ここ、停留所3つ目に降りないといけないところをさ、あえてさ、1つ目でボタンを押してさ、降りようとしたら、急ブレーキかけて水落ちガーってなって死ぬっていうエンディングでしたが、逆に3つ目になってもスルーして降りないという、その展開でいきたいと思います。ここ1つ目スルー、ここは別に。で2つ目も押さないのが正解なんですが、問題の次でここであえて何もしないを選ぶんですよ。降りなあかんのにね。どうやら次のバス停は利用者がいない様子です。停留所には停止したままバスはただ走り続けます。今日は先輩とお昼を食べてそれからお買い物してっていう感じでね、ランカちゃんがね降りなあかんところをさ降りれてないことに気づいてないんですよねそしたら目的地を過ぎても進み続けるバス、その後ランクの姿を見た者は誰もいないというな、もう不穏な言葉だが流れてしまってね、そのままこれですよお前、消息不明まさかの MIA ですよ。 MIA 発令されましたよ。軍人でもないのに。かたくなにボスから追いなかった少女、その後彼女はどうなってしまったのでしょうか。彼女の行方を知る者は誰もいない生きている限り同じ空を見続けるんだろうな、説を。さて次はここの昼食レストランの様子。本編ではね、麻婆豆腐食ってカラーってなるんだろうなという期待して麻婆豆腐選んだのに全然カラーとはなったけどさ、死にはしなかったという予想外の健闘を見せました。あとおまけでベヤングでぼったくられて、先輩おすすめのハンバーグを食ったら鉄板で手が焼けて死んでっていう展開を見せました。残り2つの方でね、注目してもらいたいのはこちら本日のパスタ、シェフにお任せっていうねシェフにお任せ、本日のパスタっていうね、もうシェフにお任せってところが何かすごい怪しいところがありまして、それをパスタが選びます。せっかく先輩を勧めてくれたけどお肉を食べたい気分でもなくてパスタにしようかな。本日の日替わりパスタに決めますか。これを選んだらエアクドになります。決まりました。それじゃあ店員さんを呼ぶね。こうしてランカたちはランチをオーダーしました。二人は会話を弾ませ、これはいいか。で、来るんですよ。そのパスタ、美味しそうだね。赤いソース、何味なのかな？これ赤いソースってところにね、注目を置いておいてほしい。本日のパスタはミートソースなのかな？どんな味がするんだろう？ちょっとドキドキしながら一口食べてみました。あ、このソース、すごい美味しいです。口の中に広がる味が、すごく辛いですまさかのこっちの方が激辛という。
これいやお前麻婆豆腐食って耐え切ったやん激辛し苦手な人にとっては辛さは本当に辛いものだと思います。無理して食べても胃を悪くしそうですし、ほどほどにしておきましょう。いやいや、麻婆豆腐食って耐えたやんお前なんなんこの典型的な子供向けアニメに出てきて、キャラクターが激辛食った時みたいな感じの反応はネクスト。このコンビニで夕飯を買って帰るというシーンなんですが、ここいろいろ買えるもんがあるんですが、ここでね、あえて何もレジに入れずにお会計の方に行くんですよ。でですね、ここでこっちの店長の方を選んでしまったら、前見せた通りに店長に、おいって言われてね、それで死ぬんですけど、で、まあ、普通に、前、正解の方みたいに、こっちのイケメンの方に、レジに入るんですが、問題はこの話を途中ですね。いらっしゃいませ。この辺は一緒で、ランカがカゴを渡すと、無駄に爽やかなイケメン店員は、なれなれしい口調でって話しかけた後、問題。見かけない子だね。この辺は別に。そっか、それじゃ。ところで、これカゴに何も入ってない何も選んでないからね、そりゃ。私どうしちゃったんだろう、ぼーっとしてたのかな。何もカゴに入れないままレジに来てたみたい。すごく恥ずかしい。あ、もしかしてこれって何かのジョークなのかなごめん、そういうのに疎くて。流行ったこれ言われたら逆に恥ずかしいよねせめて笑いを畜生って思うよね違うんです、すみません。どうかしたのかいそれ、笑ってくれないのか、逆に恥ずかしいまさかこんな失敗をしちゃうなんて。それも同じ学園のかっこいい先輩の前で恥ずかしすぎる。胸が羞恥心羞恥心、俺たちはどうでしょう、世界一恥ずかしい死に方ですよこれが恥ずかしいやけんね、タイトルが。ふとした習慣に思わぬところで恥をかいてしまう。そんな夜は涙で枕を濡らすのです。大体とそんな日もあるさ、どんまい可愛いから許すっていうのはこの子のためにあるような言葉でしょう。そう思います。ネクスト。またこのちょっと昼食を買うコンビニのシーンに戻ってきたらですね、実はこれベヤングね、手に取れるらしいよ選べんかなと思っとった自分がおるけどね、こうちゃんと買えるんですよ、ベヤング焼きそば。レストランで買ったら2480円もするとコーラもここで買えるらしい。実はあんまり炭酸は好きじゃないけどっていうね、明らかに前振りがあるんですよこれたまには買ってみようかなっていうねそういう気軽な気持ちで買ったらね、もうこのゲームはエンドに向かうので、なんかバッドエンドに向かうんですねこの状態で会計に進みます。でね、ここでね、普通イケメンの方を選ぶとこなんですけど、これであえて店長の方を選ぼう。コメントのおっさん。おで進めていきます。ここムムムムっていう反応がちょっと変わってくるんですよ。はい、突然に店員の表情、この辺は一緒やけど、何か何か変な味勧められるんですよブルーハワイとかをかき氷でしか食ってことない味を勧められるんですよ、焼きそば絶対まずいわ。そう言うと店員は買い物袋をランカに手渡してくれました。びっくりしたって言ってね、切り抜けれるんです実はベヤングを買えばここ店長でも切り抜けられるんですよ
が問題はそこじゃない、そこじゃなくてですね、ご飯の時こうペヤング置くわけですが、ランカはペヤングソース焼きそばを食べることにしました。手早くというわけで、明日からちゃんとご飯この辺はいいや。そしたら喉に詰まっちゃった、飲み物をっていうね、ベヤング焼きそばで喉に詰まらせるというさ、ドジっぷりを見せるランガちゃん。そして流れてきたのはやっぱりあれです、コカ・コーラ。あぶ、普段あまり飲みられない炭酸飲料を一気飲みしたランガは派手にむせる。こういうことゲウエフな、なんかやったとこに、はい、ウエそしたら炭酸ジュース吹き出してむせるまさかのボトムズエンドですよ、もう最低野郎の話になってくる誰が知っとんこれ元ネタ誰が知っとんねんっていうね、若い世代には全く通用しないネタで聞きますからね俺は知ってる、俺は知っとるけどさ、俺は知っとるけん笑えるけどさ、これを見てボトムズって言葉が出てくる人は最近の若者にはそうはいないなんかの体に染みついた硝煙の匂いに惹かれて危険な奴が集まってくる。次回丹下学園、ランカが飲むコカ・コーラは苦い、知らねえわ。さて最後のエンディングなんですけどね、実はね25個あるうちのエンディングで唯一全く条件がない、ただ 30% の確率でね、ごく稀に起こる、ごく稀ってことではないかなんか、運の要素で起こるエンディングがありまして、これの最後のシーン、こうあとハッピーエンドしか待ち構えてないようなシーンで起こるんです。それでも普段の心がけ次第かなって、日頃から醤油に気をつけていればきっと大丈夫だよね。それよりあこへの短期学園楽しまなくっちゃっていう流れからこう走っていくエンドだったよね。こうしてランカは新しい生活に向かって走り出したって感じで、うぅ、言うてっまさかのこれですよ、唐突に起こるこけし。これは純粋に偶然で起こるアクシデントです。なかなか見られません。これを見られたあなたは強運の持ち主だと思います。なんかごめんねってとうとう作者さんにも謝られるというねてかさっきさ、日頃から気をつけていれば大丈夫みたいなことを言うたが完全にフラグだったというねどこへ、なんだこのさ、バイオハザードバリのユーデートって文字ここまで来たらホラーゲームです、皆さん皆さん、どうでした、生き延びろ元部ランカの一日っていうこのゲームぶっ飛んでますや、こんなぶっ飛んでたゲームを俺は大好きです。皆さん、こんなぶっ飛んでるゲーム見つけたらぜひコメントの方までよろしくお願いします。というわけで、生き延びろ元部ランカの一日の実況、これで終わりとさせていただきます。ランカちゃんに幸あれ。みんな、まだな。